ギタリストの今堀義明です。京都でバンド活動したり作曲をしたり、ギター教室やオンラインサロンを運営しています。はい、先日ですね、世界的なベーシスト、ポール・ジャクソンが、お亡くなりになられたということで、とてもね残念なんですけど、実はですね、僕、ポール・ジャクソンとは一度だけですね共演させていただいたことがあるので、その時の、ちょっと話をエピソードを話したいと思います。まあ、ポール・ジャクソンといえば、あれですね、やっぱりハービー・ハンコックのヘッドハンターですね。もうあれで伝説的な名演奏をね残してるんですけど、まあ、僕もすごいよく、聞いてました。まあ、特に洪水っていうライブアルバムですかね、ライブアルバムでのアクチュアルプルーフとか、まあ、すごい、リズムで、あのドラムのねマイク・クラールと、コンビネーションねすごいですし、なんかね演奏がやっぱりもう今までにこう聞いたことないグルーヴだったんで、まあ当時は CD で聞いてましたけど、本当にすごいなと思って聞いていた、ベーシストです。で、2008年ですね、2008年頃、まあちょっとその前ぐらいからですね、京都のブルースマスターの塩継慎二さんとですね、ちょっとやらさせていただく機会がありまして、まあ、その時若手のメンバーを、まあ、引き連れて、まあ、塩継さんがライブを、よくやられてたんですけど、そこにね僕も何度か、入れて寄せてもらったことがありました。で、まあ、それが、まあ、回数重ねて、3回4回ってなってきた時にですね、終わった後に次はポール・ジャクソンとやるぞっていうことを言われて、いきなりえっと思って、まあ、あのポール・ジャクソンかっていうことで、まあ、すごい興奮したのを覚えてますね。その時は、2008年の5月10日土曜日ですかね。で、場所は滋賀県の、ブルーっていうライブハウスになります。もうその時のことは本当にもう今でもね鮮明に覚えてますけど、当日のねリハからねもう本当に結構ねピリピリした感じで、ピリピリムードでかなり緊張感ありました。まあなぜかっていうと、まあ、そのね何日か前にまたね全然別のメンバーで、塩継さんとポール・ジャクソンが、京都でライブするっていうことだったので、ちょっと僕はもう普通に見に行かさせてもらって、お客さんとして見に行ったんですけど、まあ、そのライブ中にですね、まあ、その時、まあ、ドラムの方が何かの曲始めようとした時に、まあ、カウントして入っていくんですけど、なんかね、まあ、何がダメだったのかちょっとわからないですけど、ポール・ジャクソンが「NO!」って言って拒否して入らなかったんですね。で入らないで、まあ、なんか間違ったんかなと思って、でそれがなんか「NO!」っていうのが何回か続いて。まあ、ステージ上で、まあ、これお客さん入ってる本番中ですからね、本番中で、まあ、公開ダメだしみたいな感じになってて、かなりね厳しい方だなと思って、かなり怖いなっていうちょっとね印象を持ってたんで、僕も当時、まあ、大学卒業して、まあ、会社員やってたんですけど、もう会社員も辞めてですね、まあ、こういう、ギターリストとしてちょっと活動し始めてた、駆け出しの時期だったので、とてもねビビってましたその時は。それ見てたんで、うわどうなるかなと思いながら、まあリハ行ってっていう感じで、まあそういうこともあって、ライブの当日なんです、結構、バンド全体もね緊張感がすごかったと思います。まあリハもねすごい塩継さんがすごいこう、引っ張ってってくれるんですけども、まあそれをねうまくまとめていくっていうのもやっぱ大変だったと思うので、結構ねピリピリしました。はい。でまあそんな中ライブ始まって、ライブ自体はね本当にすごくうまくいって、会場もね大盛り上がりで、とてもいいライブで、僕もねすごい楽しかったですし、いいライブだったと思います。ただ最後ですね、最後だけですねちょっとね問題が起こりまして、最後のアンコールでちょっとね事件が発生しました。アンコールで、
あの、ね、ジェームス・ブラウンのセックスマシーンっていう、まあ、めちゃくちゃノリのいいファンキーな曲ですね、はい、やったんですけど、で、まあ、ギターはあの有名なカッティングありますよね、こういうあの一番有名なみたいな感じで、こっちはあのギターは塩津さんと僕2人なので、こっち塩津さん弾くからっていうことで、まあ、僕はなんか単音カッティングやってくれみたいな感じで、あのリハではねすごい入念にコンビネーション、ギターのコンビネーションとか、指示してもらって、本番挑むっていう感じで、まあ、僕はもう本当にあのそれをね、それをもうずっと、成功さすというか、うまく弾くようにだけ、その時意識してたんですけど、まあ、ポール・ジャクソンねすごいグルーヴもすごかったですし、まあ、とりあえずですね、こうそこから外れないように、グルーヴから外れないように食らいついてグルーヴだけに専念してずっとやってました、で曲の途中ですね、 曲の途中でなんかね、まあ寄ってかなり寄ったお客さんなんですかね、お客さんがステージ上がってきて、なんかねちょっとこうなんかマイク取ろうとしたというか、なんかそういう感じのことがあって、でそれを見た、まあ、塩継さんが、めちゃめちゃ怒って降りろみたいな感じで結構怒鳴ってるんですね、まあ、これ曲中なんで、まあ、僕もあなんか鳴ってるなとか思いながら、でも、まあ、こっちはですねもう演奏必死なので、ずっと、演奏に集中してたんですけど、まあそのお客さん多分ねポール・ジャクソンが歌ってたこうマイクがポロッと落ちそうになってたのをちょっとこう直しに行ってあげたみたいな感じやったらしいんですけど、まあそれでちょっとこうごちゃごちゃってなってて、まあでもこんな状況でも曲は止まらないんでね、グルーヴし続けるっていう感じで、とりあえず僕はもう必死でやってたんですけど、まあ本当はですね僕がその時一番若い若手の、僕がですね、まあ止めに行ったりとかなんかした方が良かったんかなとは思うんですけど、まあその時はですね本当にまあ音楽でそんなプロレスみたいなことが起こると思ってなかったんで、はい、まあもうそのまま演奏してました。まあでもそれはまあまあもう、まあ、その一時の、そういうちょっとごちゃってなっただけで、まあそのライブはね無事成功して、終わりました。はい、でまあ終わった後もですねすごい、ポール・ジャクソンも別にそんなあの初め、抱いてた怖い印象じゃなくてすごい優しくて、ちょっとね喋ったりもさせてもらいましたし、まあちょっとね英語なんでよくわからなかったんですけど、まあ僕が一番印象に残ってたのは、ベーシストは常に、ドラマーと練習しろっていうのを言ってましたね。まあ僕、まあ、ギターなんで多分僕に言った感じではないと思うんですけど、そういったアドバイスを、僕らにしてくれました。はい、まあこの時にね僕も、バッキングのねリズムの奥の深さとか、アンサンブルについてね深く学ぶことができました。はい、今の自分があるのもこの経験のおかげだと、思ってます。はい、まあこの、すごいねギタリストとベーシスト塩継慎さんと、まあ、ポール・ジャクソンさん2人のねレジェンドと、まあ、ステージ、ね、1回だけでもね共有できたっていうのは本当にね光栄なことだと思います。はい、ご冥福をお祈りします。